広島県広島市南区出身のプロ野球選手、宇藤左田。東京ヤクルトスワローズ所属。ストック高等学校では1年からベンチ入りし、2年からエースとなったが、甲子園出場はなかった。アジア大学では1年秋からリーグ戦に出場。この時から絶対にプロへ行くという意志を持っていた。大学を卒業した後は、三菱重工広島に就職し、 一年目から公式戦に出場した。この時に直球の最高球速を時速3トル上昇させ、時速1 5 0トルに上げている。2017年10月26日に行われたドラフト会議で東京ヤクルトスワローズから2位指名を受け、12月1日に契約金7500万円、年俸1200万円で合意した。背番号は15。 2018年は開幕を2軍で迎え、6月19日に1軍に昇格。6月23日の読売ジャイアンツ戦で1軍初、登板し、2回無安打無失点だった。7月20日の中日ドラゴンズ戦でプロ初勝利を挙げた。9月24日の中日ドラゴンズ戦では、腰の張りで登板回避となった小川康弘に代わって、 緊急登板で先発を務めると、4回に3を1失点と高騰し、チームの勝利に貢献した。2019年はリリーフとして開幕1軍入りした。4月18日の阪神タイガース戦でシーズン初、先発するも3回途中6失点で、敗戦投手になった。2020年、プロ入り後最小となる13試合に登板。2年連続防御率が5点台など期待に、 答えられなかった。オフに背番号を64に変更した。2021年、投球フォームをサイドスローに転向した。6月20日に成績不振で登録抹消となった石山康七に代わって登録された。直球の最速は時速1 5 1トル変化球はスライダー、カーブを投げる。ラグビーにはまっている。投手記録打撃記録。 ありがとうございます。